あ、ミクロと同じ時間だったコラボすると思った。ミクロも始めてるのか。そうなんだ。たまたまですね。まあ、ありがとうございます。今日はピカチュウ T シャツ、トレーナーを着てます。さっき手洗ったらちょっと濡れちゃった。ピカチュウがいます。イエイ。梅ありがとうございます。梅、あ、そっか、松竹梅ってことね。なるほど、かわいい、ありがとうございます。これを今日初めて来ました。すごくかわいい。なんか癒されますね、着てるだけで。ピカチュウがこの360度いるっていう。何匹いるかわかりませんね。何匹いるんでしょうか。光がね、難しい。リングライト欲しいな。リングライト買おうかな。ちょっと今日前髪やばいけど、気にしないでください。ちょっとね、マスクしてると前髪が落ちちゃいますね。今日はメイクしてます。ハートありがとうございます。なんかメイクした方が気が引き締まることに気づきました。昨日はほとんどメイクせずに一日過ごしたので、今日は割と早めからメイクしてます。そう、みんな持ってるよね、リップライトね。私も欲しいな。梅ありがとうございます。前髪だけか。前髪だけだ。そうそう。まあいいか。ハントありがとうございます。いい初夢見れましたか？見れてないですね。なんか特にあんまり覚えてないんですよね。なんか。いつもは10時間ぐらい寝るんですけど、今日はそんなに寝てなく、そんな10時間は寝てなくて、まあ、でも何時間かな、6時間とか寝たのかな。寝るの遅かった。昨日夕寝しちゃったので、夜全然眠れなくて。それでなんかね、なんとなく覚えてるんですよ。なんか建物の、まあ、なんだろう、地下じゃないけど、なんかぐるぐるしてて、なんか衣装さんもいてみたいな。本当にね、よくわかんない夢でした。多分富士山も何も出てこなかった気がする。ハートくんもありがとうございます。二の出してない、夜寝してないです。今日はまだ夜めちゃめちゃ寝れそうです。またあやか先生、あやかちゃん出てこなかったな。今日はね、誰も出てこなかった気がする。誰も出てこなかった。あ、クマってこれあれなんですね。なんだっけ、タコ揚げ、タコなんですね。前髪が気になる。ハートありがとうございます。牛さんも出てこなかった。
さって。そっか、サインクラブもあさってなんですね。うん、楽しみ。たこ揚げしたことある？あるよ。え、いつだっけな、なんか自分で書くやつがね、確かあった気がする。小学校幼稚園くらいの時やったかな。お餅ね、まだ食べてないんですよね。今年一回も食べたい。あるんだけどね。今日もお昼に美味しいものを食べた。幸せです。梅ありがとうございます。いつもと雰囲気違う？なんで？え？メイク？メイクかな。でもそんな凝ったメイクはしてない。フォローしましたフォローしました。前からじゃない？こんにちは、間違えた、こんばんは。ネックレスがオシャンティに輝いてる。そう、これはめちゃめちゃ安く手に入れましたなんか安くなってたんですよね。すごくめちゃめちゃ安くなってて買いました。最近はやっぱアクセサリーにもこだわるようになって、今までネックレスとか買ってこなかったんですけど、こういうのは買うようになりましたね。これはちなみに見えるかな、ピンクゴールドです。見えないね、全然色は。ピンクゴールドかゴールドが好きですね。シルバーも全然好きなんだけど、最近はゴールドかピンクゴールドが好きです。おいくら万円？おいくら万円も全然しない。本当にめちゃめちゃ安い。これ元はもうちょっとするらしいんだけど、それがかなり安くなってたから買いました。本当に安い、全然万円いかないよ。今日はちょうどつけて出かけてた。ピンクゴールド可愛いよね。なんかゴールドも好きだけどピンクゴールドもいいなって思う。ピンクゴールドはこれしか持ってない。あとは全部ゴールドのかシルバーのアクセサリーばっかり。福袋じゃない、今日は大人っぽい雰囲気。リップかな。福袋はね買わないかな。似合ってる、嬉しい、ありがとうございます。でも元は多分高いのかな、分かんないけど、遠くから見たらねおしゃれに見える水平線はみーちゃんが撮ったの、私が撮りました。めっちゃ綺麗でしょ。後でじゃあ美味しい、今日食べた美味しかったご飯をあげようかな。髪の毛もめっちゃ伸びた。なんか髪の毛伸びるのめちゃめちゃ早いんですよ。なんかこの前切ったのになんかもう切りたいってなってる。ピエン、前髪が、前髪変服の福袋は買った。いいな、服の福袋もいいよね。買ったことあるかな。これめっちゃ迷った、2つあって迷って結局2つ買いました。楽しみにしててください。他にもね綺麗な写真撮ったからまたあげようと思う。風景の写真も好きなので。そう、あとこの何カメラの性能がやっぱりすごいよね今。この携帯のカメラの
性能がすごすぎて、なんかこの私のカメラ、私の携帯のやつのそのカメラをいいやつ使うかなと思ってすごい迷ってたんですよ。これこのカメラがあるかないかみたいな感じだったので、どうしようと思って使うかなと思ったけど、写真いっぱい撮るからうちにいいやつにしようと思っていいやつにしたら本当に良かった。こっちでめちゃめちゃ綺麗に撮れた。普通の携帯のカメラで撮りました。あれはなんか一眼とかも欲しいなって思うんだけど、なんかもっと変えてみたいなって思うんだけど、使いこなせるかな。花束ありがとうございます。でも今なんか携帯に送れるもんね、そのまま何あの一眼で撮ったやつその携帯に送れたりするからいいよね。あーミラーですね、なんか可愛い持ち歩きやすいちっちゃいやつがいいなと思うけど、でも全然携帯のカメラでも十分だなとかも思っちゃう。カメラはおすすめです。カメラ好きなのかなそう、あでもその映るんです、なんかもう流行ってるじゃないですかフィルムカメラみたいなのも今女子高生の間で流行ってたりするから、そういうのも可愛いなって思うけどね。フィルムカメラも一周回っていいなって思うけど、結構フィルムカメラもするもんね値段で、またそれを携帯に写すのにも結構するんですよお値段が。だから結構結局ねかかるなって思って買ったことないんだけど、チキね、チキも好き、うん、チキも好きですね。フィルムはね現像代がかかるから、でもなんかいい写真が撮れそうだから気になるなってのもあります。こんばんは。撮ったらすぐ見たいし、確かにね見れないもんね。こんばんは。撮影タイム的な、でも私やったことないからどんなもんなのかわからないけどやってみたい。272日ありがとうございます。なんかあるよねコンサートとかでしか多分ないからまだ体験したことないんだけど、拍手ありがとうございます。ありがとうございます。
ビレバン当たりだったね。ビレバンの福袋って結構当たり外れあるよね。なんかすごいなんか面白いもの入ってたりするから楽しそう。開けるの楽しそう。こんばんは。あ、バラもありがとうございます。うん、お餅食べてない。アイシャドウ塗ってるよ。ネックレスおしゃれ嬉しい、ありがとう。じゃあみんなに見せよう。あ、そうだ、やっとスマホケースを買いました。まだあれ買いました。まあ手元にはないけど買ったんですよ、やっと。もうね本当にボロボロで悲しいぐらいボロボロになってきちゃったから、まあ、どんなのかは内緒なんですけど買いました、やっと。早く早く届いてほしい。でもなんか結構シンプルめな感じです。キャラクターではない。うん、来てくれてありがとう。いえいえ、そう手帳型、私はもう手帳型じゃないとね無理無理ってなってしまった。お母さんも探してました。お仕事お疲れ様です。うん、画面割ったことあります。今のやつもねケースが割れてますね。フィルムか、フィルムが割れてるけど画面は、ね、割ったことはないけど、お姉ちゃんのは割ったことあります懐かしい。この話だいぶ前にした気がする。目元がいつもですよ。本当に。そう。姉ちゃんの終わっちゃったことあるんだよね。
んかあのね朝中学校あ中学高校忘れちゃったけどなんか学校行く準備してて朝にでちょうどお姉ちゃんも朝お仕事に行くっていう普通に出勤の準備しててで、まあ、一緒に、まあ、大体一緒の時間だから一緒に準備しててそしたらその日私テストだったんですねそうめっちゃ覚えてるテストでそれでそのこの何て言うんですかソファーの上のところに姉ちゃん携帯を置いてたんですよ それを私が通ったかなんかの時に知らなくてなんかこう当たっちゃったのかな手がで落としちゃってなんか結構落としてもあんまり私の家の中で割れるとかなかったんですけど私そのソファーの一番上から落としちゃったらもう見事に割れちゃってでも朝だしもう時間もないしで自分も学校行かなきゃだしテストだしやばいやばいってなってなんかそのことをずっと頭に残しながらテストを受けたってのめっちゃ覚えてます喧嘩まではしてないけど喧嘩もする暇もないみたいなもう時間ない時間ないってなって準備してるから喧嘩もする暇なくて結局多分姉ちゃんだけ怒って私はそのまま家を出たっていうのを覚えてますでその後多分修理に出して直って帰ってきたって感じですね朝じゃなかったら喧嘩っていうか普通にあのやばかった気がするいやでもそれもそれでねテストの日だったからなんかもうモヤモヤした気持ちのままテストに行ったっていうのもありますケースつけてたと思うんですよだからなんか今でもそのソファーのこの上のところに携帯置くのは危ないなってすごい毎回思うけどそういえば昨日もソファーの上のところに姉ちゃんはお水を置いてましたね癖なんですかねそこに置くのなんかあ落としそうだなって思いながらそのお水を見ながら私は上に上がったんですけど癖ですよね癖で浮いてますよね完全にすごいね平べったくて置けるんですよねものそう置けちゃうからさ私も置くんだけどねたまにねえちゃんとは5個離れて眠くなってさっき寝ちゃったんですけどあさっき寝てたわ何分かだけ寝てないとか言ってたけど寝てたHehe
ね。来年もよろしくね。来年もどういうことだ。あ、今日も大富豪してましたよ。私の番の方と合わなかった気がするけど、今日はね結構ねやりましたね。3、ね、結構5、6、7ぐらい。車の免許も持ってないです。持ってません。車の免許ね、なんかどうしましょうね。そうだね、昼の2時とかぐらいかな、1時とかにやってたかも。うん、きらめき。今年もあと363年すごい、もう今からカウントダウンしちゃうからって言ってね、この1年もきっとあっという間なんですよね。いや、全自動運転になるまで。確かに、なんか全自動運転今もなんかなってるのはなってるみたいな、聞いたことある。さすがなんちゃん言う。私さすが、髪サラサラ、まだ髪サラサラかな。でも昨日ね、お母さんが使ってたなんか美容院で使うようなトリートメントをね貸してもらってつけたので、サラサラかもしれない。全自動限定免許、もういらなくない免許全自動なら。もう心配性だからさ、私は本当に運転できんのかなってのはありますね。めっちゃ右見て左見てってやっちゃうかも。え、自転車来ないかなとか、え、なんかちっちゃい子いないかなとか、すごい見ちゃいそう。取る予定もないですね。もう電車がある、電車がある。ああ確かに、取るだけ取って乗らないで。自転車もね、もう私何年も乗ってないです。最後に乗ったのは小学校とかかなっていうぐらい、自転車はもうない、家にもないし、そう、家にないから乗ってもないですね。
ゴールド免許。確かに身分証とか今よくわかんない。すごいみんなが教えてくれる身分証とかの話なんかなかなかしない。こんばんは。どんなわけですか。どんなわけ。家に忘れて運転してるとき、やばいやばい。待ってください。ありがとうございます。よく無免許で運転してる目、めっちゃわかる。なんか最近はあんま見ないけど、前は自分が運転席にいて、その自分が運転してるんですよ。でもブレーキとかも何もわからないから、もう突っ込んでっちゃうのどんどんっていう夢見たりとか、なんか自分が後ろに座ってて、で運転席誰もいないのに発車しちゃって、えどうしようどうしようってなる夢とか結構見て見てた。普通に怖いよね、焦るもん。それはね本当に焦った、やばいなって思って、ビクってなる結構。普通に怖いでしょ、ホラーだよね。でもめっちゃねそんな夢見てた。なんだろうね、免許取ったらさ、まあ、あの多分その場ちゃんとね運転していけるんだろうけど、そう本当になんか運転席にいて進んじゃうんですよ。え、どうしようってなったりとか本当に多い。やだ夢。兄ちゃんはネガティブな夢見がち。本当になんかいい夢だったみたい な、 なんかそういうのってあんまりないんですよ。あ現実じゃなくてよかったみたいなことがね、そういっぱいある。マリオカートたくさんやった日で、マリオカート懐かしい、今すごい思っちゃった。なんかお正月になったら毎年親戚で集まるんですけど、私はね集まれないんですけど、なんか何年か前、そのちょうど DS とかが流行ってた時期、スイッチとかもっと前で DS が流行ってた時期はずっとねマリオカートを通信してみんなでやってたんですよ。懐かしい。それがもう毎年恒例だから、もう結構 DS 使わなくなって、使わなくなってきて、もう年齢的にもうそのお正月だけにもう出すみたいな、正月用みたいなのになってて、
誰もありがとうございます。キャラクターは誰を選んでた、誰だろうな、ピノキオとかかな、あれキノピオ、ピノキオどっちだっけ、ピノキオキノピオキノピノキオかですね。違ったかな、そこら辺だった気がする。おお、私そんなにね強くないかな、逆走とかも全然するんですよ、わざと逆走もする、もするし全然強くないですよね。アイテムもなんかゲットせずにいっちゃったりとかするし、懐かしい。マリオカート、マリオカートすごい好きです。あとマリオパーティー、パーティーみたいなやつも好きだった。なんかいろんなゲームやるやつ、なんだっけな、マリオパーティー、なんだっけ、マリオパーティーだったっけ、そう逆走してね楽しんで、なんか桃鉄みたいなやつは私やったことないんですよ。なんか CM で見るけどなんだろうっていつも思う。もう実はやったことない。マリオパーティー楽しいよね。あれすごく良きなゲーム最近やんないからな、ゲーム本当にやってない。携帯の大富豪ぐらい唯一やるゲームは、本当に大富豪しかやらない現実世界でやっちゃうんだよ絶対やらない。もうマリオカートの世界でしかできないか。桃鉄面白いんだ。うーん、桃鉄はリカちゃんに、リカちゃんやってるの？あつ森もやってないんですよ私やってないの。スイッチもお姉ちゃんのしかない。いつもだいたい私とお姉ちゃんどっちとも買うんですよ、 3DS とかなんか DS なんちゃらとか。でもねスイッチから買わなくなった。そんな昔からあるんだ。全般的にゲームしない、そうゲームしないの、何もしないの、携帯ゲームも。ゲーム苦手ですね。結構テトリスしか。ポケモンも昔はやってたんですよ。昔はやってたの。Wii も買ったし、Wii のカセットも、Wii パーティーとかめちゃめちゃやってたんですよ、友達と。ゲームもやってたし、最近は本当にやってない。さすがアウトドア確かに、あそこから結構アウトドア出てるか。なんかみんなさ、この私の友達とかもメンバーとかもそうだけど、そのネットフリックスとかさ、なんかアマゾンプライムとかさ、今の時期入るじゃん、みんな入ってもう家でもう何話も見るみたいな、もう映画1本2本とか見るみたいな感じじゃないですか。でこの前そう友達に何がいいのか教えてもらったんですよね。なんだ、ネットフリックスだったかな。そうそう、したらなんか学生もちょっと安いみたいな言ってた気がして、あいいなと思ったけど、私多分見る暇ないなと思って、入ったとしても時間があったら、時間があって映画見ようってならないから、出かけたい、あんま出かけれないんだけど、もう散歩でいいの、なんかちょっと外でだけで。とかもう逆にもうだらけちゃう、逆にもう犬と遊ぶとかから、本当にめちゃめちゃ長い休みがあるとかの時にしようって思ってる。だから本当に自粛の時にハマればよかったなって思った。
結構友達のそのちょっと見せてもらったら結構見たい映画とか一回見てあこれ良かったなって思った映画とかあったから、やっぱりおすすめ DMM、 そうですね DMM は見てます、私も先輩も見るし、プロはね YouTube 見てる。なんか小学校の頃とかはねめちゃめちゃ映画好きで映画見に行ってたんですよ。見たい映画あったらいつ行くみたいな、みんなの部活の練習のあれを見てあここ空いてるとかしてね見てた。自分が出た公演って見るの、なんか見た方がやっぱり勉強になるから自分のためにも見るけど内心ちょっとうってなってる部分もあるなんかやだよね、客観的にこう見るのはね、その場でやるのは好きなんですよ。後から自分がそれをやってる姿見るっていうのはなか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 ですね。でもちゃんと勉強のために見てますよ。その時だからねできるっていうものもあるんですよね。先輩の声は DMM で見て、もちろんです。特にこの前のその年末公演の時だったら先輩の曲をやらせていただいたので、もう先輩の曲私は全部見ました。うん、全部見た、ほぼ全部見てる。うん、なんかもう一回開いたらあこれまた見たわっていっぱいになったから全部見ましたね。特にクールガールのその最初のこのセリフをどうやって言おうみたいな感じになるから、それはめっちゃ見ました。それはね全部見た自信あります。そのあれです、8人バージョンのやつを全部見ました。でもなんかその続きね、K2 さんも全部見たし、多分全部見たかもしれない。あ、皆さんお正月の動画って見たのかな DMM の。あ、そうです、カウントダウンしてるやつとかで見たのかな。そうあれが例の配信ギリギリで私が忘れていて急いで撮った動画です。そうなんです、世に出てしまえたんですけど、顔には出さなかったんですけど、あれは内心めちゃめちゃ焦って、時間をめちゃめちゃ見ながら、めちゃめちゃ焦りながら撮りました。急いで撮ったとは思えないんですけど、本当にただよかった、隠せてたかな、隠すのかな。
一発 OK じゃないの、なんかね焦るともう噛んじゃうから結構取り直したけど時間もないかな、急いで撮ってそれを前ってもう一度アーカイブあるのか、ぜひ見てください、見てくださいっていうのもあれだけど、はい、あのね記念に焦っての私をどうぞ。顔に出さない、なんかでも他の実況の子も言ってたけど、なんか例えば振り間違えちゃったとかなっても顔に出なくなりましたね。私は結構わかんない、バレてるかもしれないけど、前の方がやっちゃったみたいななってたかも。もう今はもう何事もなかったようにこれが私の振りですよみたいな感じでやるから、みんな結構みんなやる、私もやるしそこはね鍛えられたかもしれない、私の中でだけどね、もしかしたら皆さんからお見通しかもしれない、まだ見てないけどショールも終わってないけどそんな皆さんにおすすめできないんだけどね、焦ってる動画だから、だからちょっと髪の毛とかもぐちゃぐちゃだけど、そうもう堂々と何ですかって何か問題でもありますかってぐらいで、ね、あのねやるようにして、堂々としてるの、そう大事、めちゃめちゃ大事、早く公園生で見に来て、間違えないかは分からないです、顔には出しません、いやもっと堂々としたいなって思います、まだ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 、ちらちら見えるピカチュウ、かわいい、ね、こうやって配信したいぐらい、みんなに見せびらかしたいぐらい、右肘の写真、私誰か分かりましたか、みんなのここら辺しか写ってない写真、10期生のツイッターに上がってた、多分ね、1,2 で記憶で言うと 1,2 あー4番目ぐらいかもしれない、4番目ぐらい、その真ん中らへん、真ん中のらへんにいる人です、かな、これ皆さん分かるのかなと思ったけど、結構当たってる方もいたのですごいなと思って、よく分かりましたね、本当にほぼ一緒じゃんみんな肘、てかなんで肘なの分からない、私も分からない、肘に名前書いててください、確かに確かに、
え合わせな画像あるの。ないかも。あったの見せたいけどない気がする。こんばんは。エンジンのリカちゃん、あれ今毎回ちょっと楽しみにしてるんですよ。どうボケてくれるかってこの前はネズミだったかな。じゃあ皆さん当たってますよ。私もなんとなくその時の状況のその何みんなの立ち位置をなんとなく覚えてるから。分かると思う。はじめまして。始めまして。今頭の中で収録シンパシーが流れてた。無言。十六シンパシーのね、歌詞の意味をこの前ね、この前歌詞の意味をね考えるとね、すごく深いなと思います。なんか全部あの A メロから全部ね考えていくと面白いですよ。なんか年末公演、あ年末公演じゃない、収録シンパシーは結構私的にはあうん、なんか私高音が結構苦手なんですよね。だからこの前の年末公演だと、ちょっと今収録シンパシーが歌いやすかったって言おうと思ったんですけど、結構自分のキー的にはスタンドアップの方がね歌いやすかったなって今ふと思った。すごい歌いながら歌うの本当に大変なんですけど、すごい声はすごく出しやすかった。結構低めなんだろうなの方が私は歌いやすいんですよね。トートありがとうございますっていうのを改めて。でも重力シンパシーも歌いやすい。
のかなって思う。始めまして、でも歌はね、なんかもっと練習したいなって私の中では思いますね。まだなんだろう、自信を持って歌えないから、うん、苦手な部分もいっぱいあるし、歌の練習したいんですよね本当は。なかなか時間ないからできないんですけど、歌の練習もしたいなって思いますね。前はボイストレーニングもレッスンでやってたんですけど、すごくそれでね、私めちゃめちゃ変わったんですよ。それで急に声が出るようになったんですよね、そのボイストレーニングをして、そのちょうど入ったぐらいの時に。そうだから本当にボイストレーニングってすごいんだなと思って、本当に入ってボイストレーニングやってよかったなってめっちゃ思いました。でまだまだなんですけど、だからなんかやればやるだけなんかちゃんと結果が出るかもしれないなと思う。やりたいなって思いますね、いつか。マジ本当にボイストレーニングは大事だなって思いました。うなぎさんのイメージは結構キーが高いから、結構私は苦戦しましたね。カラオケ配信聞いて推しにした。本当に？本当ですか？なんか今は分からないんですけど、オーディションの時にも歌の審査、私その時から歌にそこまで自信がなかったので結構カラオケに行ってたんですよ。でずっと練習してて、そう、あ、なんだっけな、なんだっけ、何の練習だったっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんか最初は自分で曲選ぶのかと思ったんですかね多分。だからどの曲がいいだろうって確か探してて、それで私がありついたのは前田敦子さんのソロ曲はすごく私的にはめちゃめちゃ歌いやすいなって思ったんです。そう、どの曲も。そうだからなんか歌うならこの曲にしようとか決めてたけど、結局選ぶ方式だったので、そうそうそう、だからジバルデイズだったんですけど、私は前田敦子さんの曲が結構自分的には歌いやすかったなっていう思い出がありますね。君は僕だとかね、フラワーとかね、カラオケあんま行かないんですけどね、その時にめちゃめちゃ行ってました、オーディション期間中。君は僕だ大好き、わかる、めちゃめちゃいいよね。クマありがとうございます。
今度歌ってください。入ってるのかなこれカラオケに。あー、タイムマシン。めっちゃわかる。何、歌いやすいのを選んだらそうなります。なんだろう、うん、歌いやすいのを選びました。でも全然選んで披露するやつじゃなかったんですけど、結局やっぱ自分が得意なのにそのやつでやった方がいいじゃないですか。で、言っている間にもう1時間が経ってしまいました。カラオケ配信もねやりたいですね。やるやる詐欺みたいになっちゃいそうやりますね。でもあ、でもみきちゃんとの公約でね、あったからそこでやりたいなとは思ってます。みきちゃんとの公約のやつもなるべくたくさんやりたいなって思ってて、一個に絞るとかじゃなくて、なので皆さんねぜひ楽しみにしてください。よし、じゃあ今日はそろそろ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。新年2回目のショールームです。はい、じゃあランキングを読みたいと思います。読みます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。よし、では、今日も愛し見てくださってありがとうございました。5000人もありがとうございます。じゃあ祝勝タイムする？いいですよ。じゃあピカチュウ見せたいからピカチュウ祝勝タイムします。何のポーズか分かんないけどピカチュウ見せた。撮れましたか？はい、撮れましたね。半目は乗せないでくださいはい、じゃあ終わりたいと思います。ではありがとうございました。明日も夜配信です。じゃあね、バイバーイ、おやすみ、バイバーイ、ありがとうございました。またね、おやすみ。